環境科学研究科、修士2年の平野です。工学部女子学生の大学生活について紹介します。自己紹介ですが、私は東北大学大学院の修士2年生で、東北大学工学部化学バイオ工学科を卒業しました。卒業中学、高校は元女子校ということもあり、クラスの約9割が女子でした。今回は実際に工学部で学生生活を送っている女子学生の視点から、工学部女子学生の学生生活のリアルをお伝えします。東北大学工学部のキャンパスライフについて簡単に説明します。受験にあたり、男女比は気になるポイントだと思います。東北大学工学部では、こちらの表に示すように、約8割から9割が男子学生です。私が所属する化学バイオ工学科は、女子比率が他学科と比較して少し高く、約2割から3割が女子学生となっています。授業の受け方についても簡単に紹介します。一般的な講義は、高校のように席が指定されているわけではないので、仲の良い子と固まって近くの席に座り受講していました。工学部の女子は人数が少ないため、すぐに仲良くなりますし、自然とみんなで集まって近くの席に座って講義を受けていました。一方、実験では、あらかじめ指定された少人数の実験班に分かれて協力して進めることが多いです。女子がもともと少ないため、同じ班に女子がいる確率はとても低くなり、だいたい班に女子学生が1人という具合でした。私が入学前に感じていた不安について紹介します。まず、男子学生とうまく話せるかという不安です。結果、すぐに仲良くなることができ不安はいらなかったです。実験班で一緒になったり、レポート課題を一緒に進めたりする過程で自然と仲良くなれます。同じ分野に興味がある同士なので、共通の話題は多いですし、全国各地から集まってくるため、出身地の話題や一人暮らしについて、高校時代の部活の話など、意外と話が尽きないことが多いです。次に、少ない女子と仲良くなれるかという不安です。結論から言うと、すぐに仲良くなれました。人数が少ないため、初めての顔合わせで自然と女子のグループが出来上がり、すぐに顔と名前が一致し、あっという間に仲良くなります。女子のグループといっても、ずっと一緒にいなければならない感じでもなく、良くも悪くもサバサバしている女子も多いので、とても居心地の良い仲の良さだと思います。学科によっては定期的に女子会が開催されます。これは少人数ならではの特徴だと思います。また、サークルなどを通して他学部の女子学生ともつながることができるので、その点も心配いらないと思います。最後に、勉強についていけるかという不安です。勉強については個人の努力が必要なのはもちろん大前提ですが、心配はいらないです。工学部に入学して一度聞いただけで問題をほぼ完璧に解いてしまう人、深い考察を瞬時にできる人など、自分には真似できない才能を持っている人は確かにいました。しかし、それはごく一部で、大半は努力を継続できる人だということも分かりました。大学の勉強や研究は答えがないことが多いです。そのため、授業後に数人で自主的に集まりディスカッションしたり、文献調査を行ったりして学びを深めていきます。決してソロプレイではなく、みんなで高め合おうとする意識がある場なので、全く心配はいらないと思います。次に、困ったことについてですが、女子学生が少なくて困ったことはほとんどありません。絞り出すとするならば、研究室のご飯会などで、周りの男性教授や助教、男子学生の食べるスピードについていけず、いつも私待ちになってしまい、申し訳なさを感じることぐらいです。重い実験器具を扱う際は、力持ちの男子が助けてくれますし、女子だからと不平等に扱われることもありません。全く心配いらないです。最後にメッセージです。東北大学工学部での学生生活は、勉強面でも人間関係でもとても楽しいです。入学前の不安はほとんど杞憂に終わると思います。興味があったら思い切って飛び込んでみてほしいです。ぜひ皆さんも東北大学に入学して一緒に学生生活を送ってみませんか？最後まで見ていただきありがとうございました。